皆さんこんにちは、市民活動センターの成川です。さて今回はお祭りマイスターワークショップ開催のご案内です。3回目となりましたお祭りマイスターワークショップ、今年も綿菓子、缶バッジ、バルーンアート、3種類のワークショップをいたします。去年の様子はこんな感じです。たくさんの方に参加していただきました。缶バッジマシーンで実際に缶バッジを作成してもらっているところです。皆さんすぐコツをつかんで使いこなしていました。ポンプを使ってバルーンアートを作ってます。マイスターでは剣と犬の2種類を覚えてもらいました。綿菓子機もマイスターの皆さん順番に実践です。会場には甘い匂いが充満していました。実際にセンターがお祭りに出店した時の様子がこちらです。まずは大人気の綿菓子、毎年行列ができるほどです。缶バッジはガチャガチャにて販売、バルーンアートも1個プレゼント。どうですか、ワークショップも実際の祭りもとっても楽しそうですね。ぜひマイスターになって皆さんもお祭りを盛り上げてください。3種類のワークショップを受けていただくと、後日行われる認定式にてこちらのセンターオリジナル認定証をお渡しいたします。開催日は6月30日土曜日10時30分から12時30分と、7月6日金曜日18時30分から20時30分の2回、どちらも会場は松阪市市民活動センターです。参加費はお一人様500円、小学4年生以下は無料です。講座内容はすべて同じで、1回分の参加費ですべてのワークショップにご参加いただけます。お申し込み方法は電話、ファックス、メールにてお願いします。市民活動センターでは環境省が実施する CO2 削減ダウンライトキャンペーン、そして NPO を中心に広まった100万人のキャンドルナイトに賛同し、6月21日夏至の日にキャンドルナイトを行います。松阪市市民活動センターキャンドルナイト2018、夜の8時からセンターラウンジの明かりを消してろうそくを灯します。暗闇の中でほのかに灯るろうそくが揺らめくたびに、なんだか特別な空間になってきそうな気がしませんか。日頃の喧騒からひととき離れ、ろうそくの明かりで思い思いの時間をここで過ごしてみるのはどうでしょう。続いては7月のおすすめ講座です。助成金の申請を考えている団体はぜひご参加ください。松阪市市民活動センターのおすすめ講座、7月は助成金申請のためのポイント勉強会を開催します。当センターで毎年実施する住友理工夢町人づくり助成金を例に、助成金申請で注意すべきポイントを事務局の視点でご解説します。実際の申請書類をベースに解説しますので、より実践的な内容となっていますよ。日時は7月26日木曜日午後7時から9時まで、場所は松阪市市民活動センターです。市民活動センターの登録団体は無料で受講できます。お申し込み、お問い合わせはご覧の電話番号、メールなどでお願いします。それでは次回の死活ナビもお楽しみに。